当番でやん。というわけで本日はこちら市ヶ尾駅から直結しております秋元さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店、視聴者さんにリクエストをしていただいた淡麗系の醤油ラーメンがいただけるお店ということなんですけれども、本日スペシャルゲストお迎えしております。市ヶ尾といえばこの方です。どうぞー。どうもー、市ヶ尾といえば僕マサでーす。いや、聞いたことないでしょ。え、イチガオといえば僕って。いや、なんかそう、やっぱ顔がでかいからさ、イチガオっていう。いや、顔で持ってかれてる。顔イチガオのガオ、顔イチガオ、ガオです。というわけでね、バンド活動してらっしゃるマサをお迎えしての、はい、こちらの秋元さんなんですけれども、今日は呼んでいただいてありがとうございます。ね、とんでもない。ラーメンに会えて嬉しいです。あ、そう、ラーメンなんか元気でした。いや、俺今喋ろうとしてんだ、下手くそ。はい、どうぞ。ちょっといい、下手くそ、うん、振り方下手くそなんだよ。どうかな、ラーメン。いや、楽しみですよ。あ、本当、はい、僕やっぱ家系とかはやっぱり、うん、よく行きますけど、うん、楽しみです。 OK、 じゃあ吉野家行こう。よし。いや、待って待って、なんで牛丼行っちゃうんだよ。ラーメン屋さん背中にして牛丼行くんじゃないよ。というわけでね、果たしてどんなラーメンいただけるんでしょうか。そうですよ。それでは今日もありがとうございます。でしょ。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、市ヶ尾駅直結なんて言ってしまいましたけれども、ほぼ直結といった感じですよね。一回信号を渡んなきゃいけないんですけれども、駅前のビルの中の一角にあるみたいな、そういった感じのこちら秋元さんなんですけれども、平日にもかかわらず行列がすごくてですね、私も30分ぐらい並びました。それでは現場の竹中さん。はい、ほい、こちら現場の俺が竹中だ。はい、というわけでこちらが特製醤油の大盛りです。そしてこちらが肉飯。いやー、この感じ、見た目も綺麗ですよ。そうです、早速いいとこ行ってみましょう。ありますか。うん、すっきりとした印象ながら香ばしい感じが特徴的ですね。どうだいマサ、今日のファッションのポイントは。グレーの感じ。いや違う、こっちこっち、あ、ファッションじゃなくラーメン、お星の感じとメンがですね、うん、太いんですけど、うん、ちゃんともちもちしてて、つるっと、あ、いいね。はい、そしてこちらのね、ちょっと縮れたタイプの平打ちですね。ああ、ツルツルもちもちでね、この喉越しも美味しいんですよ、これは。焦がし麦もいい感じですよ。うん、その心は。どうも。ちょっとスープの表面に浮いたオイリーな感じがね、麺全体に行き渡って、このね、油の旨味を感じることができますね。はい、それではこちら鶏チャーシューいただきましょう。美味しいよ。うん、鶏チャーシューってね、パサパサしてるイメージとかあったりするんですけど、そんなことなく、しっとりしてて、しっかり味が染みてて美味しい。はい、そしてこちら豚チャーシューいただきましょう。うん、豚の脂身がとろとろでね、しっかり味が染みてて、これ本当に美味しゃっす。決まりましたね、美味しい、デリシャス、美味しゃっすですよ。拝見させていただきます。ね、なかなか出ないよ。
い、それではこちら肉飯いただきましょう。ちょっと生姜の風味が効いたタレがかかったという、これもうまいですね。はい、それではこちらもあんたんいただきましょう。簡単なあんにちょっとピリ辛の味付けがしてあって、エビの食べ応えもありますね、おいしい。はい、それではこちらの味玉いただきたいと思います。いや、黄身がトロトロでね、もう美しいですよね。海のマイルドな感じね、ご飯と合いますね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや、美味しかったね。めちゃくちゃうまいですね。えよく食いましたね、大盛り。あ、まあね、しかも、肉飯もついてるじゃないですか。そう、いや、もうペロッといっちゃったよね、美味しかったから。この手のタイプのラーメンってね、意外とこう細麺で、あんまりね、お腹にガツッと来ないなっていう、物足りないなっていうラーメン結構多かったりするんですけれども、そんなことなかったね。しっかり麺もね、太くて、あの波ですけど、僕いただいたのは波ですけど、あのしっかりボリュームがあるんですよ。涙もお腹いっぱい。あ、ほんと。いや、もうがっちり食いましたね。いや、俺もほんと大盛りにしたらもうこれでもかっていうぐらいお腹パンパンになりましたし、ね、パンパンですよね。ほんとにありがたかったですね。ありがたいです。それとね、もちもちの麺がちょっと忘れられないです。あ、ほんと。これいいっすね。家も近所なんで。あ、そう、言っちゃっていいの。はい、近くっていう感じですよ、はい、あ、そう。そうです。246沿いです。言っちゃっていいの。詳しく言っちゃっていいの。どんどん詳しく言っちゃう。というわけでね、皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹中おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら秋元さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。大丈夫。それちょっと違うやつ。大丈夫大丈夫はちょっと違うやつ。あの、はい、小島よしおの、はい。